フォアの状態を色とあとどんなカットがされてたかっていうのをお願いします。ビフォアの状態は、まあ、肩レングスで、でワンレンジレースで、今日は重たくてっていう感じです。カラーは、ハイライトが入っていて退色してる状態で、まあ、大体12、3分くらいの状態になっているって感じですね。ハイライトはどの辺全体的にですか？ハイライトはもともとそうですね、全体的に細かく入っている感じでした。ハイライト以外の部分の色ってざっくり何色って言えますか？ちょっとオレンジかかってた色だったんで、まあ、ビフォーの状態はそんな感じですね。はい、どういう風に塗ったか教えてください。夏が終わったので、ちょっと、落ち着いた感じで、だけどやっぱ透明感があるような感じにしたかったので、まあ、グリーン系の色と、あとは、まあ、黄色の毛まみゆきさにバイオレットを入れて、まあ、トーンは大体9トーンくらいで、ちょっと透明感があるようなくらいのカラーって感じにしました。グリーンとバイオレットの分量って何対何ぐらいですか？10対1ぐらいですね。はい、グリーン10のバイオレット、はい、この色の良さっていうのはその透明感、落ち着いてるけど透明感っていうところだと思うんですが、はい、どういった女性とかシーンとか何かおすすめのポイントがあるか。結構でも普通に仕事されてる方とか、まあ、割と職場でもそのあまり明るく派手にできない方とか、まあ、色は室内に入れば割と暗くなるし、まあ、光に当たったら透け感が出るので、まあ、ただの黒い色と暗い色っていうよりも、まあ、ちょっとおしゃれな感じ。もともとハイライトが入っていたので、はい、そのハイライトは仕上がりでも何か生かされてるんですか？一応やっぱりハイライトが入っていた方がより透明感は出ますけど、まあ、あえて入れる必要はないですけど、でもまあ入っていた方がより透明感が出ます、ね、スタイリングの方法をお願いします。まずは先ほどアウトラインだけを全部外巻きに1回巻きます。で、この縦のスパイラルを半分ぐらい入れてあげて一周で、その後に、まあ、ボイルとセット力があるマックスをマックスが10、ボイルが1ぐらいまでしっかりと混ぜて、で、まあ、クシャクシャっとっていう感じですね。仕上がりが割と重くはないんですけど、ボリューム感も感じたんですが、それ何か狙ったってことですか？そうですね、ちょっと温かみを感じるような、まあ、ボリューム感だった方が、なんかちょっと新鮮かなと。ふわふわの子犬ちゃんみたいな、なんか気持ちよさそうな質感だなと思って。イメージしましたね。顔周りも多分その垂らし方とかちょっとこだわってらっしゃったと思うんですが。そうですね。まあ肌が割と顔の肌が透けるくらいの薄さが、割と色っぽさも出ると思うので、そういう意味では。